まずチェックをしてみましょう。頭を上下に動かしてみてください。首の重さどうでしょうか。次は肩を後ろに回してみてください。肩甲骨の動きや肩の重さ、背中の可動域なんかどうでしょうか。まずはゆっくり首を上下に動かしましょう。首の筋肉も硬くなると首こりや猫背の原因にもなってきます。そして筋肉柔らかくしましょう。次は左右に向いていきましょう。痛い人は無理しないで。筋肉ってね、一回でも動かすと体変わってきますからね。はい、じゃあ今度は交互に手を後ろに回してみましょう。大きく回す方がいいです。今回一種目が全部20秒になってますから、メニューは多くなりますけど、いろんなことやる方が体変わりますからね。たくさんやっていきましょう。じゃあ今度手を伸ばして振っていきましょう。今回のメニューはね、朝、食後、食前、寝る前、どのタイミングでも結構です。1日1回行うだけで上半身の姿勢みるみる変わって、体の疲れが取れてきますからね。今度は手を前に伸ばしたら肘を引いてみましょう。グッとゆっくり前に伸ばしたら、ひねりながら肘を引く、引く方を意識してください。胸を張りながら、肩をぐーっと高く持ち上げたら、一気にストーンと落としましょう。息を吸いながら持ち上げたら、吐きながらはーっ、肩を落とします。はー、吸って吐く。力抜くとね、肩こり取れますからね。 OK。で今度は親指を後ろ向けて、手のひら顔を向けましょう。ダブルを作ったら後ろに引っ張ります。胸を張りながら後ろに手を引っ張ったら伸ばす。もし肩がねだるくなったら休みながらやってください。たくさんメニューがありますから、最後まで頑張ることが大事です。 OK。で今度はね、親指を後ろ向けて肘を後ろに動かしましょう。交互に肩をね後ろに回すことで猫背が解消されてきます。猫背の人はね、肩がね前に向いてますから、後ろに動かすことがねすごく大事になってきます。じゃあ今度は今の両手で行っていきますよ。もし肩だるくなったら下ろして休んでくださいね。これ結構肩がだるいですよね。あとだんだん楽になりますからね。頑張って。あ、肩がきつい。オッケー、オッケー。今度はね、楽に腕をね、力抜いてブラブラ動かしてください。肩、首、一回力を抜いてちょっとリセットしましょうね。
私すごい肩だるいんだけどっていう方もいると思いますが、みんなだるいですからね。これオッケー。で今度はね、軽くグー握ってもらって上に手を伸ばしていきましょう。肩よりもね、手を高く上げることってあんまりないですよね。しっかり肩をね、動かしていくと猫背も治ってきますからね。 OK。 で今度はね、大きく後ろに回しましょう。五十肩の人はね、ゆっくりゆっくりね、無理せずやってください。息を吐きながら大きく息を吸いながら、オッケー。で今度は手をね、前に回していきましょう。肩痛い人は無理しないでくださいね。後ろから大きく前に伸ばす。腰から背中丸めていきましょう。よし、 OK。 今度はね、後ろで手を組みましょう。このままキープしてください。胸を張ったままで、できればね、上向いてください。腕を斜め下にね、下ろすようなイメージで、で今度は手を前で組んで、前にしっかり引っ張ったら休む。奥に手を引っ張ったら休む。もうだんだん猫背治ってきてますよ。このままね、手をお腹に当てて脇を締めてキープです。胸張って息吐きながらね、お腹を引っ込めながら脇締めてください。胸張って、今度は手をね、頭の後ろ、この手をね、遠くに伸ばしてみてください。交互、頭の後ろでね、手を遠くに伸ばす。これでね、肩、この前胸筋なんかが伸びてね、猫背改善につながりますからね。よし、 OK。で今度は手を頭の後ろ、脇を開いて閉じて繰り返してください。しっかり胸をね、張りながら、肘開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる。あと少しですよ、頑張って。オッケー。で今度はね、手を前に伸ばします。交互にね、遠くに手を伸ばして、少し斜めにね、手を伸ばす感じで、片っぽは肘をしっかり引いて、片っぽは遠くに伸ばす。はい、じゃあラストは正座です。手を顔に向けてぐるぐる回してください。 結構早くです。早く早く、胸を張りながら
肘も引きながらですね。OK。はい、最終チェックしていきましょう。まず首をね、上下向いてみてください。上に抜くのが少し軽くなってませんか？今度はね、肩を後ろに回してみてください。結構使った後なのに肩軽くないですか？どうですか？ビフォーアフター出た人はコメントで感想を教えてください。